るやん。キャッチャーやっててもおしっこ痛くない人おるやん。姿勢が悪いんか。あ、そうや。相当な数いっぱいしてんねん。有名な強豪、野球強いとかサッカー強いとか陸上強いとかね、いろんな高校行って、で高校生部員がね何十人いるの。そんな感じで、あの今どっか痛めてる人って言ったら、もうほとんど 99% 手挙げるの。そんな17、18の子はね、膝が痛い、腰が痛いって言ってて、その子たちは大人だったらどうすんねんって。45歳になったらどうなるの。動けない。動けない。いや、ほんまやで。だからみんながね、今の若者を直してあげてほしい。そしてアスリートを直してあげてほしい。高校生ぐらいはね、やっぱりハードの練習やってるのは分かる。でもね、一晩寝たら回復しなあかんの、アスリートも。回復できてないっていうのは、お前言った、姿勢に問題ある。姿勢の癖を持ってるのが難しい。で、それを直そうと思っては、根本治療したんだ。根本治療受けてみて。こっち、その足そのまま、足そのままで腰下に来てる。こっち行きやすい。こっち行きやすい。だから、こっちはね、骨盤が行かない。回らへん。で、こっちは行く。野球やってるの。右利き。右利きっていうことは、こっちは回る。でも、テイクバックできへん。ということは、テイクバックできへんっていうことは、飛距離で、こっち向いて、バーンって打ったら、飛距離で。でも、こっち回らへんから、手打ちになっちゃう。いっぱい練習しても飛距離伸びへん。こっち回ってへん。こんなん手打ちで飛距離出せるわけない。今の高3やから、高1の時とか骨盤調整したからもっと飛距離伸びる。なのでここにアスリートでプロ野球選手とかもここへ来るわけ。そして矯正した後、やっぱりヒットの確率が上がらなかった。腰がバーンって入ったらバットの振りのスピードが上がる。今まではセカンドゴロやったのに、二遊間抜けていくんだ。そういうことで、ピッチャーだとしたら腰がちゃんとこう、腰が回って、こったらスピードが上がる、ね。今からやることは痛いことはない。力抜くからでしょ。骨は戻りたがってる。このままやったら、ずっと腰痛続くね。だから今直してしまったら、腰すごく楽になるから。で、そのために力抜いて、楽にしてくれ。ちょっと荒っぽく、日本の伝統医術なので、ちょっと武術から発祥してるので、荒っぽく見えるけど、やられてる方は全然痛くないから、みんな心配するといて、大丈夫です、まあ、痛くないから。最後までね、ご清聴ありがとうございました。